こんにちは。今日はね、なんて言うんですかね、フードプロデューサーっていうんですか、なんて言ったらいいんですかね、なんでしょう食に関すること全般ですね。ね、レシピを作られるのがね、やっぱりメインかなと思います。まだまあ経営全般もね、全てされてたということで、もう僕からしたらもう神様みたいな方なんですけども、まあお店で、お持ちだったということで、お店を、はい、こちらの方に上田っておっしゃって、天神橋ですね。天神橋、はい、天神橋5丁目、はい、で天満宮前参道、はい、でホワイト梅田の地下、ね、ああそうね、3店舗。ああすごいですね。で、なんか肉料理がね、基本ということでお聞きしたんですけども、そうですね、最初に入ったお店が、はい、大阪で一番有名なステーキハウスのお店だったので、はい、お肉ですね、はい。まあ、若い時はね、肉をガンガン食べたいですけど、僕らみたいな年いってくるともうだん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 肉はやめとこうという形になってきますけどね。そこでなんか僕が全然わからない、メキシコ料理ですかね、はい、をされてたということで、もう全然わからないので勉強不足でね、もう聞くこともわからないという状態なんで、もうなんか落語みたいに独演会みたいな感じでねやっていただいた方がいいかなと思いますね。まずメキシコ料理ということでね、これは大体あれですか、主食はトウモロコシ。主食はトウモロコシですね。何種類もあるんです。ちっちゃいのから大きいのまで、加工用、はい、加工用から生食用とか、いろんなのがあるんですけども、はい、はい、一番代表的なやつはなんか何とかなるトコスちゃうわ、タコスですね。タコスですね。もう日本人だ、メキシコ料理ったらタコスみたいな、それとサボテンしか頭に浮かばないんですよ、はい、タコ主食のコーンで作ったトルティーヤに具を巻くとタコっていうんですね、はい、で2つつくとタコスの複数形なので名前はタコなんです。なるほど。で屋台でタケリアっていう屋台があって、はい、そこに大体2個セットで売ってるとタコスになるんですけど、名前はタコです。あ、そういうことです。これでも英語じゃないんですよね。英語じゃないですね、タコは。スペイン語、スペイン語ですね。ですよね。でももうスペイン語もこう S ついたら、複数形みたいな、はい、タコですね。なんか昆虫食とかの書いてましたけど、何でも食べますよ。牛が入ってるんですか何でも食べるんです。はい、子供用のべっこ飴みたいなやつにサボテン、はい、サボテンじゃないですね、サソリが入ってたりとか。サソリ、あ、そのまんバリバリ一緒に食べたりしますサソリってどんな味なんかよ、分からないですけど、エビみたいな、エビみたいな、エビみたいなので、あ、虫は主にサソリが、はい、虫というか、虫、虫、芋虫も、芋虫も、リュウゼツラン、テキーラを作るリュウゼツランにつく虫を一緒にテキーラに漬け込んで一緒に飲んでもぐもぐ食べたりするんですね。どっちが誰、薬用みたいな感じなんですかね。薬なんでしょう。だね、舌の上に乗せると芋虫の食感なんで結構うおーってこうブルブルってくるような感じですね。なんかぐーっとなんか汁が出てきそうな、プチュプチ、プチプチ感がで舌の上に足のプツプツ感が残って超リアルなんですよ。ずっとします。料理されてたんですか、虫も。虫料理はしないですね。そのテキーラにそのお土産でメキシコから来る人のお土産でその虫を乾燥させてたくさんもらって、それをテキーラにもう満パンに詰めてこうお客さんに振る舞ってどうぞって言って、ワンショットに虫が5匹ぐらい入ってる、だしを飲んでる感じですね。そのもの食べるよりか、はい、で飲み終わったらそれをみんなプチプチ食べるんです。それ見方分からないですよね。こう黒いビッグスみたいな大丈夫、ね、リアルです。ここで日本と違って米じゃなくて小麦粉とトウモロコシ。小麦粉はねアメリカなんです。で小麦粉はほとんど食べないですね。その、はい、コーンを石灰でつけて炊くっていう、化学変化を起こさせて炊くっていう、はい、一番いい白いホワイトコーンを使うんですね、はい、でトルティーヤは白多いんですよ、コーンなんですけども、はい、でそれにまあ煮込みもんとか焼いたもんでも何でも巻いて食べるんですね、はい、手巻き寿司みたいな感覚ですかね。あ、なるほど。で巻くとタコになるんです。タコになる、タコ巻く、そのトルティーヤで具を巻くとタコなんですね。
タコイの普通あの日本のタコじゃないですよね。じゃないですね。タコスのシンブル系のタコですね。あのこうな餃子のこうちょっとね半分巻いたようなやつですね。はい、でそれをまあ焼かずにそのまま具を包んで蒸したりとかいろんな料理があるんですけど、はい、とりあえずはトルティーヤにして焼いて、はい、で具を包んで、はい、でサルサをのして食べると。はい、これはやっぱり一人一人自分でこう巻くような自分で好きなやつ巻きますね。手巻き寿司みたいな感じです。もう夜にトルティーヤがワーンと出てきて、はい、みんなでいろんなものを好きなように食べる。ただ毎晩食べてる主食ですね。毎日あタコスは主食で、そこに書いてあるその目玉焼きあるじゃないですか。目玉朝の、ね、それ朝ごはんなんですよ。ウェボスランチェロスっていう、はい、でそのちょっと晩に作ったトルティーヤが冷めてしまったのをフライパンにのして、はい、でそこにランチソース、ランチェラっていうのはあの、はい、牧場っていう意味なんですけど、はい、ランチスタイルのソース、トマトソースをのして、はい、真ん中に卵を入れて、はい、で目玉焼きを作るんですね。で一応バランス的にはものすごくいい朝食になるんです。トマトソースにトルティーヤに赤と緑のソースがあるって書いてありますけど、この赤い方がそうですかね。ソースはいろんこれまた違うんです。あ、また違うソース。これはランチェラソースっていうランチソースなんです。あ、なるほどね、はい、それがもう主食で、主食で、まあ、これはアメリカではあの、うん、とぼけた料理みたいな感じで紹介されるんですね。間延びしたやつみたいな感じでウェボスランチェロスってい う, こうギャグみたいになってるんです、アメリカでは。なんかね、僕メキシコってなんでアメリカ関係あるのかなと思ったんですけど、ちょっと調べたらね、なんかずっと、なんてカリフォルニア、カリフォルニア、テキサス、ね、ニューメキシコ、あの辺全部もともとメキシコ領ですね。縦長にずっと、はい、あの南アメリカのところまで来てるんですね。で金が取れたり石油が取れたり、はい、豊潤な土地をアメリカに持っていかれたと。はい、ああなるほど、戦争があったみたいですね。あの戦争の前にそこの州に独立しませんかっていう、メキシコからアメリカの方に入りませんかっていう、はい、で入りますっていう時に独立戦争が起こるんですけど、あーなるほど、ね、でアメリカがバックアップして独立したっていう。何でもトルコ、いやこれ言うたまにまああのね、まあ、時代的にそういう時代だったんで仕方ないんでしょうけど、そういった形 でその後にゴールドラッシュと石油が来るんですね。だから今でもカリフォルニアとなんかメキシコの人ってもう全然つながらなかったんですけど、そういう理由があるんですね、はい、で今でもカリフォルニアの方豆料理結構食べられる、あのテックスメックスとか、はい、ですね、はい、そのアメリカのメキシコ料理っていうのはあのコーンがあまり馴染まなかったので、はい、フラワーっていう小麦粉の方のトルティーヤで巻いて食べるっていうのをブリトーっていうんですけど、はい、コーンで巻くとタコで、はい、で小麦粉のトルティーヤで巻くとブリトーっていう名前になります、はいはいはい、そう2種類あるんでね、小麦粉とトウモロコシと2種類あるということで、はい、アメリカはあのなんかあれですよね、シカゴの方にもなんかコミュニティがあって、でメキシコ人のコミュニティがあってシカゴでも食べられてると。あのアメリカ中大好きですよ、メキシコ料理、郷土料理がもともとないですから。結構なんかこうあのアメリカ人に合うようにカルメクス料理、それカリフォルニアの方ですね。テクステックスメックスっていうのはテキサスとメキシコを合わせて、あそういう意味ですか。テキサコっていうあの石油メーカーも同じ意味なんですけど、テックスメックス、はい、あこちらカリフォルニアとメキシコ料理を、メキシコ料理、ああそういう意味ですか、はい、この民族料理とフレンチを合わせたのがカリフォルニアキュイジーヌっていう昔、はい、バブルの前ぐらいに流行った。ああそういうのちょっと全然勉強しません、すいません。あのもうナチュラルなものを使った、はい、そうか。ちょっと味がねちょっと結構辛そうですよね、ここです。あのサルサは辛いんですけど、それ以外のものって辛くないです、はい、煮込み物から焼き物からそのマリネまでいろんなのがあるんですけど、はい、普通に食べれます日本人が、うん、トウモロコシと、ね、このインゲン豆のも書いてましたけど、はい、で小麦粉でそんなにね、うん、あの韓国料理みたいに辛いことはないですもんね。ないですね。ただ唐辛子がいっぱい種類、唐辛子をみんなかじりはるんです一緒に食事の時に、すごく種類が多いと。